はい、皆さんこんにちは。司法書士 YouTuber の加用まりのです。今日はですね、ちょっと受験生に向けての動画として、撮影をしております。ちょっとね、世界的なコロスケウイルスの影響で、各予備校がですね、対応に追われていて、受験生の人もですね、非常に、影響が出てるんじゃないかなと思います。でそんな感じでね、私は司法書士受験生なので、司法書士受験を扱ってるね、主な予備校として、レック、タック、伊藤塾とですね、ちょっと対応の方を、一応ここには列挙しましたが、もう講義とか模試、自習室っていうのは、完全にですね、今は閉めている状態になっています。で、講義自体はですね、生講義がなくなって、DVD と、ウェブですね、でやっているという状況で、模試、これがですね、きついですよね。模試もですね、自宅事項に切り替わって奪っているということもあるので、これがね、非常に厳しいと思います。ちょっと後で、言いますけれども、これは相当な精神力を持ってね、ちょっと一枚一度気合を入れ直す必要があると思います。で、あと自習室はね、やっぱこう自宅 で勉強できない方のためにね、これ非常に活用されている方も多いと思うので、どうね、ちょっと厳しいですね。で、窓口自体はレック、タックは、時間短縮の上、やっているそうですが、伊藤塾は完全に休校状態になっています。で、対象地域はレックとタックに関しては緊急事態宣言が出されているところ、伊藤塾は全て全国的に休校をしているということです。で、私はですね、司法書士受験生していた時に、生クラスっていうのはほとんど行かなかった、全く1回も、ね、行かなかったんです。で、それはですね、自分の中でやっぱりこう授業をこう開催予定日に、合わせて自分のスケジュールをそこに合わせていくっていうことがやっぱりできなかったっていうのと、あと私は1年目の受験はですね、8ヶ月ぐらいで合格しようと思ってですね、急ピッチで進めたんで、そもそも生講義が始まっていた頃、自分が入校した頃に生講義は相当進んでいたので、ウェブでやるしかなかったっていう環境下っていうのも相まってですね、ずっとウェブで受講していました。で、この講義なんですけど、結局生クラスを受けていた方はウェブ、ほとんどの人ウェブに切り替えますよね。で、ウェブに切り替わったとしてもですね、一緒なので、むしろウェブの方がメリットも大きいものいっぱいあります。やっぱりこう分からなかったことを再度止め、1回止めてね、ゆっくり聞くことができたりとか、あと時間短縮のためにね、これ2倍速で私聞いてました。もうね、耳が慣れるんですよ。なので、最初 1.3 倍、1.5 倍と増やしていって、もう最後2倍速で聞いて、講義もね、すぐに消化することができたので、これはね、ウェブで受けるメリットっていうのは十分あるんで、ちょっとね、もう物理的にはウェブでしかできないので、ウェブでね、切り替えて、頑張るしかないということと、あとこれはもうね、やっぱりウイルス拡大してね、非常にやっぱり受験生に影響が出ていて、メンタルもね、厳しい状況にあると思うんですけれども、でもやっぱり何かのせいにしちゃいけない、絶対このもうね、みんな同じなので、とにかくウェブにでやる以上はですね、普通の生クラスで授業の、ね、予定表とかあるわけですから、それをもうウェブの配信日をですね、とにかく自分のスケジュール帳に一個一個全部書いていくと。で、この日に受けるんだっていうことで、とにかく計画、勉強は計画が大事ですから、その計画を崩さない、でそれはたとえウェブ講義に変わったとしてもですね、崩さないことはできると思います。ウェブの配信日をですね、スケジュール帳にメモしていく、でその日決められたスケジュールをそのままこなしていくと、もうとにかく淡々とやっていくことが、もう大事です。これで今回のこの影響で、ウイルスの影響で、今後の合否とか運命を大きく変える人っていうのは大勢いると思うんですけど、でもこれやっぱりチャンスだと思わないと、やっぱりダメですよね。悲壮感を頼っている人はですね、どんな、状況であってもですね、絶対に合格することはできませんから、頑張ってほしいです。で、模擬試験に関してはね、本当にこれはね、模試っていうのはよく先生も言ってると思うんですけど、実力を試すっていうところよりも結構離れをする、時間感覚をつかむっていうことをやっぱメインとするので、これがね、自宅になってしまって非常に、厳しいと思うんですけれども、ただですね、模試の使い方っていうのはもうその人次第なんですよ。なので私もですね、模試はこう離れをするためとか、当日変な人が隣にいても大丈夫なように、いろんなね、席にやってました。前の席座ったり後ろの席座ったり。でもこれができない以上は、でもこれ条件がみんな同じなんで、もうここは、諦めて、模試をね、違う、もう自分の
違うように活用していくしかない。具体的には、とにかくですね、時間感覚を身につけるってことだけは家にいてもできますから、朝ね、じゃあ試験、司法書士だったら試験スタート9時、だったと思う。9時半かな ?9 時半だっけあれちょっとごめんなさい、忘れちゃったんですが、結構早い時間ですよね。あれ何時だったっけな、なんてごめんなさい、何時か忘れちゃったんですけど、本試験と同じスタート時間で、着席して、同じね、ように時間配分をやっていくと。いや、それはね、絶対できると思います。で、昼も時間もね、同じぐらいにしてっていう、そういうシミュレーションができるし、私も現に、レックと伊藤塾は現場行ってましたけど、タックに関しては行かなかったんで、そういう風にね、自宅で練習していました。それすごいね、やっぱ有効活用できますから、それは全然全くね、自宅になったから意味がなくなったってわけではないと思います。なのでこれ頑張ってほしいなと思います。自習室に関してはこれはもうね、やっぱ諦めしかない。私自宅で勉強してましたけど、自宅で勉強できない人はやっぱりカフェに行くとかするしかないと思います。まあ、勉強するなっていうことではないと思うので、とにかくね、これは、それぞれ人それぞれ環境が違うと思うので、何とも申し上げられないんですけど、私は本当にぜひね、頑張ってほしいと思います。これはね、やっぱり先が見えない不安、どうしてもね、次いつ開催されるかわからないっていう状態が受験生をずっともやもやさせると思うんですけど、とにかくこういう時はですね、受験のプロの先生の指示に従うのがやっぱ一番だと思います。常々言ってるんですけど、早く合格できる人っていうの特徴っていうのは、素直な人です。自分なりのやり方、我流を貫かずですね、受験指導の先生、プロの先生の言うことを、とにかく淡々とやることができる人、これがやっぱりどうし一番ですね、受験に受かりやすい、人だということです。とにかくね、ぜひ心折れずに、まあ、頑張ってくれとしか言いようがありませんけれども、とにかくこれはね、受験はメンタルですから、ちょっとね、想像以上の、負担だとは思いますけど、ね、頑張って、ください。で、あとはそうですね、まあちょっとゴールデンウィーク明けぐらいにはね、多分状況は、見えると思いますので、またね、情報が分かり次第、皆さんに、お伝えをすることができたらいいなと思っております。私もね、最近まではやっぱり受験生でしたから、この時期はね、本当に、厳しい状況であると思います。で、しかもですね、やっぱり資格試験が延期とかになってくると、やっぱりメンタルだけじゃなくて経済的にですね、潰れてしまう受験生っていっぱいいると思うんですよね。それをどうにかしてですね、そういった事情もやっぱ考えてあげてほしいと、やっぱり受験生、もともと受験生だった私は思います。やっぱりヤフーニュースとか載ればね、こういう難関資格の受験生じゃないかわからないんですよ。みんなね、当たり前だとかね、しょうがねえだろうとか言いますけど、これはね、やっぱり経済的にも厳しい中で頑張ってる受験生もいるんで、ぜひね、早く、法務省とかね、いろんな各ね、予備、試験の実施、予備校は、実施の省庁はですね、対応してほしいと思います。ちなみになんですけど、なんか、まあまあ、言わなくていいからね、まあ一応ですね、なんか余談っていうか、思ったのが、なんかもう毎日試験やればいいのになって思うんですけどね。その 1年に1回しか受けられないってことの条件の中で、毎日どっかで実施すればいいのになって思ったんですけど、まあよく考えたら、それは試験委員のね、手配とか考えたら、まあ難しいかと思いました。ちょっと今ふと話してる時に、毎日実施すればいいのにって、この例えばね、6月の何日とかじゃなくて、6月1日から30日まで毎日受けられるみたいな、どっか好きなとこで1人1回みたいな、なんとかでいいんじゃないかなと思いましたけれども、まあ難しいですね。まあそんな感じでね、またちょっとね、いろいろ情報が分かり次第、皆さんに情報発信できたらいいなと思っております。ということで今日は以上でございます。皆さん最後まで動画ご視聴いただきありがとうございました。ちなみになんですけど、今ちょっとそう撮影を終えてふと思ったのが、私が不動産会社で働いてる時代に、防火責任者って資格取ったんですけど、その防火責任者は毎日試験やってて、なんとかセンターってとこで、結構マイナーな試験って実は全国で毎日開催されてるって試験結構あります。で、それでもね、それとはパソコンみたいなのがたくさん置いてあって、でこう区切ってあってですね、でその
自分が試験やってるんですけど、その隣では全く違う試験がね行われてるとか、なんかそういうシュールなね、感じでした。まあね、司法書士とかね、弁護士とか会計士の試験はやっぱりこう試験問題を作るのにね、学者とかね、各界のね、有識者がね集まって、1年間 ね寝るに寝って、まあ、作る問題ですから、問題数とかね、その玉を考えたら確かにね、毎日例えば1ヶ月間毎日実施して分散するとかっていう作戦はさすがに無理だなと、感じた次第でございます。もう余談ですね、すいませんということでね、今度こそ、今日は以上でございます。皆さんありがとうございました。いつも最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録よろしくお願いいたします。